予想外というものはあんまりないですね。だって薬飲むときに副作用が何かって普通確認しません？分からず飲む薬ってあんまないと思うんですよ。ね、風邪薬飲んだら眠たくなるから運転気をつけよう、運転控えようって常識じゃないですか。なので、それぐらいの認識は当然持ってます、私もさすがに。じゃないと狙って打てないです、この戦略は。で、何回も言いますが、殺害予告なんてのがダメだってのは当たります。言語道断です。それはおよそ社会において許されない行為ですよ。てか犯罪行為です、端的に言って。ただ、批判、特に公人に対する批判、これ誰か異論ある方いらっしゃいますか、この場で。 一人もいないと思うんですが。ですよね。特に政治家に対して、その言動について、人格じゃないですよ、言動について批判するっていうのは、メディアの皆さんがこれまで飯のためにしてきたものじゃないんですか。人がやったらダメなんですか。俺たちの特権なんですか。そんなことないですよね。はい。なので、今までマスメディア、マスコミに独占されてきたジャーナリズムというのが広く世に放たれてきてるんだろうという捉え方をしています。で、それは皆さんご自身がよくご存知の通りね、薬になるばっかりじゃなくて毒もはらみますよ。メリットばっかりのものってないじゃないですか。必ず化学反応に限らず、あらゆる反応は作用あれば副作用あるんです。もしそれを許さんとおっしゃるなら、メディアもう明日からやめてください。皆さんのおかげで不幸になった人、数えきれないほどいると思いますよ。たとえそれが犯罪者であったり、不正に関与した人であっても、その人の個人の不幸を奪う権利が皆さんに本当にあったんですか？しかし、それは社会の利益を守るために強要されているはずです。個人の損失よりも社会の利益が上回るから、それが許されてるんじゃないですか。ね、新聞社テレビ局だから許されてるんじゃないんですよ。社会のために我々はいるから、仕事をしてるから、それが可能になってるんだと捉えます。なので、 SNS や YouTube を使ったその影響、メディアと差はないという評価です。